こんな真夜中にすいません、スタッドレスにしてもらってます、ありがとうございます。最強の何やないや、いやもう最強っすね、ミシン屋を超越した、縫製だよ、縫製屋を超越した。あ、適当そうですね、ちょっと足持ってじゃあちょっとかますね。見えますか、かませる位置をちょっと今良いっすか、照らすの、なんか皿みたいなとこ上げてもらっとるんすね。いやちょっと待って、もうちょいだな、もうちょいか、あのとこ行かなきゃいけない、なるほど、ちょっと様子見て、はい、あ、OK、アームストーンした、アーム、アームってとこをやってもらってるらしいですね。ちょっと私には 何をなんだかさっぱりわかりませんアームらしいです、重要なのはアームらしいです。そしてどっちこいつで、はい、立ててる、そうです、お、すげえ、これはもうなんかリサイクルショップで3000円、17.100V、 なんかトルクみたいなのあるじゃないですか、わあ、あっという間っすね、18V の方が強いんですか、あのバッテリーの方が強かったりするんですか、じゃあみんなバッテリー使いますね、プロは、うん、サクッとコードレスで、すげえ、だからこうやってコードレスがお得な値段でお買い物できると、だからコード数が主流になっとるよね、そうか、まあでも家で使う分にはコードあろうがなかろうがっすもんね、うん、そう年に一遍だからね、そしたらこれ次こいつらを変えるときは後ろに使うと、そうですね、なるほど、まあ、前が削れやすいと、前の方がね、ちびるから、なるほど、どこ上げるんでしょうか、後ろがちょっと、はい、失礼しました、アームだ、アームというとこを上げるらしいです、このパイプね、ああ、ぶっといパイプが、そうパイプ全体いっちゃえばね、サイドブレーキちゃんとかけてくれば大丈夫、なるほど、本当はちゃんと馬をしたほうがいいんだけど、まあ、少々故障、このジャックも僕がミシン仕入れてくるリサイクルショップさんで15,000円でした、あ、意外とジャッキっていい値段するんですね、うん、でもやっぱ便利、まあ何トン上げられますからね、うん、こんなコードも電気もないのに、うちのハイエースなんか楽勝だから、すごいっすね、道具だよね、キリンもゾウも上げられそうです、それは無理よし、はい、あ、コードにかかった、じゃあちょうど邪魔してるこいつで、よいしょ、たったの数分で冬の事故防止がスタッドレス、ありがとうございます、さらにお年玉的な感じで、まあ道具だよねいやもう我が家に冬対策が